それではおすすめのカクテルを作ります。今回はね、ちょっと強めのロングカクテルを作ります。ベースはこちら、ジンですね。ジンを注ぎます。そして苦味が特徴的なイタリアのリキュール、カンパリを加えます。で、甘いワインのような味わいが特徴のスイートベルモット、注いはあとは混ぜるだけです。アルコール度数がね高いので、ちょっとお酒が苦手っていう人にはおすすめできないんですが、これ好きな人多いんですよ。お酒強くて、まあいろんなカクテル飲んでみたいなっていう方いらっしゃいましたらね、ぜひお試しください。すごいバランスはいいです。強いですけども。お待たせいたしました、ネグローニです。どうぞ。